はい、では下船します。あ、またアゴヒも閉めてない。よっ、アドーップ、さらばサンフラワー。大阪到着。はい、長い九州ツーリング終了です。名古屋ライダー2です。今日はもう大阪南港から名古屋へ帰るだけですが、まだ8時半なんで、まあ下道で行くのは下道で行くんですけど、大阪城公園行こうかなって。別に大した意味はございません。全然意味はございません。まあ早く帰ってもいいんだけど、楽しい旅でした。ざっと回っただけという、ちょっとあのいろいろ言ったけどやや濃くはなかったかもしれないので、まあ昨日も言いましたけど、もう一遍行きたいな。はい、今1440キロこの工程ね、このツーリングの走行距離。今日もうガソリンはもう入れなくてもいいな。ホンダ？レブル？やっぱり音違うね。並列やん、並列。V じゃないね。どこどこ言わない。レブル、これもしかして。レブルには負けんぞなんつって、釣り抜けてった。レブルさんたらもうお行儀悪いわね。うわー、怖いな、もう。見てた？大阪城。大阪城公園行きたいんだけど、どうしたらいいの？大阪城公園ってない？大阪城公園。うん。これ単車止めるとことかってないの？あ、止めれないの？あ、そうなんだ。駐輪場探してもう徒歩になります。あ、そういうこと。うん、はい、わかりました、ありがとうございます。そうなんですか。今回の旅でではですね、友達が教えてくれた鹿児島のね、美味しいラーメン屋さん、コキンタってとこがあったんですけど、ちょっと行こうと思った初日行けなくって、次
次の日にね行ってみたんですけど、これがたまたま休みだったんですよね。で結局行けずでした。まあ、で違うラーメン屋さん行ったんですけどね、なんかすごく美味しいっていう店だったんで、そちらも行ってみたいな、あの小金太っていうところは行ってみたいなと思ってました。またこれも次回かなと思ってます。でそれとは別に名古屋から大阪行く途中で天理ラーメン、天理スタミナラーメンってやつを食べたんですね。天理スタミナラーメンっていう店の天理スタミナラーメンかな、天スタって名前かな、ちょっとよくわかんないんですが、そしたら天理のスタミナラーメンは彩花っていうところが美味しいよっていう情報をもらったんで、ちょっと帰り今からねその彩花っていうところで天理スタミナラーメンを食べようと思ってます。なんか結構みんなというかツイッターでそれ書いたらみんなバーっとねメッセージくれてね、彩花好きです、彩花好きですって言って、そんな感じでしたね。まあ名古屋のラーメンはねいろいろ食べてるけど、天理とかそれ以外のところのラーメン屋さんってねあんまり行ったことないんで、ちょっとこれは絶対行かなあかんと思って、帰りは絶対彩花行くぞって思ってましたんで、ラーメンはいいですよね、どこ行っても。結局その、まあ、チェーン店行ったら同じ味になっちゃいますけど、そうじゃないところだったらね、美味しいラーメンが食べれるかなと、ご当地のねかと思ってます。はい、奈良で有名な彩花ラーメンというところに行ってきました。天スタで食べたような、スタミナラーメンがねありました。彩花ラーメンという名前、あの店と同じ名前のラーメンなんですが、っていうのがあってね食べてきました。結構やっぱり美味しかったです。まあ、あの手のラーメンというか、あのスタミナラーメン的なやつ、あの同じ種類のラーメンなんだけど、やっぱり天スタとはちょっと違う味ではありましたね。そういう意味では多分好き嫌いというか、あのどっち派っていうのが分かれるのかなっていう気がしました。天スタ派なのか彩花ラーメン派なのかっていうような感じかなと思いました。名古屋で行ったらああいうのはね、あのベドコンラーメンっていうのが結構有名で、あんまり、まあ、台湾ラーメンがあまりにも有名すぎてベドコンラーメンはそんなに有名じゃないかもしれないですけど、ベトコンラーメンはあの結構有名です。まあ、名古屋でって言ったらまたこれ一宮の方の人に怒られそうやけど、発祥は一宮か岐阜かどこか忘れましたけど、あの辺りです。名古屋じゃないです。でその中で私はねちょっと最近行ってないんですけど、名古屋のベトコンラーメンは彩花っていうところが大好きなんですよ。あれ彩花だったっけ、忘れた、なんか違うかもしれん。もうなんか行きつけのラーメン屋ですら忘れる。台湾ラーメンもまあまあいいっちゃいいけど、私は台湾ラーメンも好きだけど、それよりもベトコンラーメンの方が好きですね。はい、おすすめは天白区にある彩花です。あ、彩花だ、間違えた、彩花だな、彩花じゃないわ、彩花だ。はい、道の駅室生寺なんとかに行ってきました。はい、それでは本日もこの動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいねと思った方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。
基本的には東海地方中心のツーリングにはなりますが、たまに遠くも行きます。そんなツーリング動画を出していきたいと思います。それではぜひ次回もこのチャンネルでお会いしましょう。じゃあねー。